ゴールキーパーはセランテス、右サイドバックは直近4試合先発の桜内に代えて下口、センターバックは市原と照山、左サイドバックは山田が5試合連続の先発です。ダブルボランチに三角とドフィ、左サイドハーフは近藤、右サイドハーフにマルクス・ビニシウスが復帰しました。千葉と坂野の2トップを予想しています。ゴールキーパーが児玉、ディフェンスラインは3枚です。右から柳、センターに二階堂、左が藤原、アンカーの位置に小島、インサイドハーフに茅沼と菊谷、左のワイドに中里、右のワイドに松村、ツートップは佐藤とピーダーセンを予想しています。下口が前に一旦ターンして前に出た、坂野クリア、松村が右足でクリア。今治のサポーターはこのホームでの移籍後初ゴールを期待しています。ここに坂野、前を向いた、まだボールがある、右足弾いた、クリア、エリア内、左足を振ってもダメなら右足で、そこを YS 横浜が壁を作って立ちはだかりました。藤原、もう一度中に入れる、佐藤流して、どうだ、セランテス、菊谷のシュート、最後はセランテス、まあ、持ち込んで左足、少しリフレクションがあったかもしれません。児玉、中里、さあ前を見た、ビダセン、押し込んだ、先制は YS 横浜。最後は松村航輝、中里からのフィード、中央競り合って右足を思い切って伸ばしました。このシュートセランテス弾いていくんですが、その勢いを止めることができませんでした。右サイド入れ替わった、さあ千葉が前を向く、味方が左に流れた、その味方を使う、千葉の前だ、左足ポストの右、選手に当たってコーナーキック、左に流れた味方から中央の千葉へ、最後は倒れながらの左足シュート、下口競り合いますが YS 横浜ボール、左サイド、さあピーダーセンに、菊谷も前に出た、そのファーサイドには松村、中に入ってくる、押し込んだ、 YS 横浜2点目、またしても松村、今日2ゴールです。倉貫監督の先発起用に応える素晴らしいゴール、最後は思い切って右足を振り抜いてゴール中央に突き刺しました。変わったばかりの新井、味方が走る、中央には千葉、味方を使う、エリアに入ってきた、少し流れた、マルクス・ビニシウス左足、少しクリーンヒットとはいかなかったようです。味方がつなぐ、マルクス・ビニシウスがこの位置、エリア前、中に入ってきた千葉、児玉がブロック、出て右足を振っていきますが、その前に児玉です。味方のボール、中に入ってくる、ヘッドで合わせますが、これも児玉がキャッチ、ドヒかわした、左足、選手に1回当たって児玉がキャッチ、
ファーに流れた、新井が拾う、かわした、左足弾いた、胸でトラップからシュート、再びコーナーキック。味方のボール、宮田頭で割った、まだある、クリア。アラウージョ、ドヒ、このボールが長かった。二階堂、試合が終わりました。 YSCC 横浜、松村の2ゴール、上位今治に対しシャットアウト勝利。